こちらアメリカのアーリントン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはスパニッシュファーム。綺麗なスタートを切りました。グラスワンダー前に行きそうです。バイザキャット、それに続いています。さらにはイージーカード、14番サイレントアップ、その後ろ後方に控えたのがパラダイスドラマ。もう一度先頭から見ていきましょう。なんと先頭はグラスワンダー。これには場内からも歓声が上がります。その外にスパニッシュファーン、並んで5番バイザキャット、これに続くのがサイレントアップ、その隣にサーストンサイクル、すぐ後ろにレッドスパークル。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。もう一度先頭から。先頭はなんとなんとグラスワンダー。場内も大歓声。その後ろにバイザキャット、並んで9番スパニッシュファーム、サイレントアップ、この馬もこのグループ。その後ろからはサーストンサイクル、並んで10番シアトルコーラル、レッドスパークル、すぐ後ろその隣にイージーカード、プリマコラム、そのうちに続いています。その後ろにミリオンドライブ。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。前はグラスワンダー。ここで先頭が入れ替わりました。サイレントアップ、グラスワンダー、2番手に控えました。バイザキャット、3番手。さあグラスワンダー、このまま逃げ切れるかどうか。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。さあ先頭に立ったのはグラスワンダー。残り 200m、 後続はまだ後ろ。残り 100m、 後続は大きく離れました。2番手はサイレントアップ、グラスワンダー。独走グラスワンダー、ぶっちぎりです。グラスワンダー1着、2着はサイレントアップ。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。グラスワンダー、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらアメリカのアーリントン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った綺麗なスタート。さあ果たして何が行くでしょうか。エアデジャブー前に行きそうです。グリークプライズ、それに続いています。さらにはアラビアサンダース、7番シャトーンウォン、その後ろ後方に控えたのがワイルドシャルマン。先頭に戻りましょう。先手を取ったのはエアデジャブー。これに続くのがグリークプライズ、その隣にシャトーンウォン、ブラックフォルテ、そのうちに続いています。青の帽子サマーナチュラル、その後ろこの辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。それでは先頭からエアデジャブー、先手を取りました。これに続くのがサマーナチュラル、赤の帽子グリークプライズ、その後ろすぐ隣にブラックフォルテ、これに続いてミスリープ、その外にシャープ QT、 その隣にマイグルーム、その横にシーサンダース、アラビアサンダース、すぐ後ろその隣にマックスジーン、その横にトロピカルダイヤ、すぐ後ろにメモリーズオブシルバー。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭はシャトーンウォン、2番手はエアデジャブー。これは絶好の手応え。サマーナチュラル、3番手エアデジャブー、これはいい位置につけています。後続も追い上げていきます。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。シャトーウォン先頭、差はほとんどない。残り 200m、 シャトーウォン先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。メモリーズオブシルバー差し切った。メモリーズオブシルバー、メモリーズオブシルバー、1着、2着にはどうやらマックスジーン、勝ったのはメモリーズオブシルバー。見事な勝利です。
こちらアメリカのアーリントン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。チーフベアハート、これは好スタート。プレミアムベット、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してチーフベアハート花に立ちます。その後ろからはミルサスピション、この馬も上がっていく構えです。さらにはビクトリーフェザー8番スペシャルウィーク、その後ろでは前の方からミルサスピション先手を取りました。青の帽子チーフベアハート、その後ろ好位置をキープしています。スペシャルウィーク並んで12番インディアンクライ、ビクトリーフェザー、そのうちに続いています。その外にストーミーキッド、この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。では前の方からチーフベアハート先手を取りました。青の帽子ミルサスピション、その後ろインディアンクライ、すぐ後ろスペシャルウィーク、好位をキープ。ピンクの帽子ストーミーキッド、その後ろ内からはビクトリーフェザー、さらにはグレートエンブレム、その外にギャロップディバイン、その隣にクリアパーク、すぐ後ろにサクセスリュー、その外からプレミアムベッド、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。先頭は依然としてチーフベアハート、ミルサスピション、ほとんど差がありません。ストーミーキッド3番手、8番スペシャルウィーク、差を詰めてきました。一気に先頭を捉えるか、後続も追い上げていきます。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。あと 200m、 先頭はスペシャルウィークチーフベアハート、必死に追う。スペシャルウィーク先頭、2番手はチーフベアハート、スペシャルウィーク1着、スペシャルウィーク完勝、スペシャルウィーク1着、2着はチーフベアハート。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。スペシャルウィーク、まさしく日本が世界に誇れる馬です。小倉競馬場、本日の第5レースの発走です。スタートしました。各馬揃った綺麗なスタート。さあ花を切るのはどの馬か。トゥーザビクトリー前に行きそうです。ハイフレンド翼、それに続いています。さらにはストップザハード、1番桜エイコーン、その後ろ、この辺りで各馬第1コーナーにかかります。1番人気の大気カレント、現在先端に取り付いています。先頭に戻りましょう。先手を取ったのはトゥーザビクトリー、すぐ後ろにハイフレンド翼、少し離れて桜エイコーン続いています。大気カレント、好位をキープ。ピースプロミス、すぐ後ろ、内からはアグネスフリー、その外からシャトーウィン、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。それでは先頭からハイフレンド翼、先手を取りました。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。先頭は依然としてハイフレンド翼、トゥーザビクトリー、ほとんど差がありません。プライムブラフ3番手、さあ大気カレント前を捕まえられるかどうか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はトゥーザビクトリー、さあ直線に入りました。ここの直線は短い。ここで先頭はトゥーザビクトリー、しかし後続の足色もなかなかいい。2番手は大気カレント、先頭を捉えるか。トゥーザビクトリー先頭、大気カレント追いすがります。トゥーザビクトリー、トゥーザビクトリー1着、2着にはどうやら大気カレント、見事に勝ちました。トゥーザビクトリー、大気カレント2着止まり、しかしなんとか面目を保ちました。
小倉競馬場本日のメインレースの発走です。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。さあ果たして何が行くでしょうか。ジアズサイレンス前に行きそうです。これに続くのがロイヤル鈴鹿、その外からオグリワン、内からはタイキマーシャル、オートブライアンズ、そのうちに続いています。その後ろにスイートハニー、並んで6番タイキエイコーン、オレンジの帽子、シングルトウショー、その後ろ少し開いてビッグアリーナ、タイキシャトル、早くも先頭。2番手はロイヤル鈴鹿、ジアズサイレンス。3番手、さあタイキシャトル、このまま逃げ切れるでしょうか。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はタイキシャトル、離れてロイヤル鈴鹿、離れてオートブライアンズ、その外からはウィナーズバラッド、残り 100m、 これは強い。2番手はロイヤル鈴鹿、タイキシャトル独走、タイキシャトルぶっちぎりです。タイキシャトル1着、2着はウィナーズバラッド、これが絶対王者の実力だ。タイキシャトル。
札幌競馬場本日のメインレースの発走です。スタートしました。各馬揃った見事なスタートを切りました。まずは先行争い、ダイワカーリア前に行きそうです。ローゼンカバリー、それに続いています。さらには東海太郎、1番バブルガムフェロー、その後ろ LA ウィン、どうやら後方からの競馬では。前の方から見てみましょう。ダイワカーリア先手を取りました。1番バブルガムフェロー2番手を追走しています。内からは菅野王子、その外から堂島無敵、並んで13番ウィンドフィールズ。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。1番人気のバブルガムフェロー、現在馬群の中ほどにつけています。もう一度先頭から。先手を取ったのは東海太郎、すぐ後ろにダイワカーリア、さらには堂島無敵、オレンジの帽子ウィンドフィールズ、その後ろ 1000m を通過、少々スローペース、後方の馬は届くでしょうか。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭は依然として15番東海太郎、2番手はダイワカーリア、堂島無敵、3番手バブルガムフェロー、 B1 です。さあここからどうか、後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭は東海太郎、並んでダイワカーリア、内からはマイネルブリッジ、オフサイドトラップ、その後ろ、さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。ここで先頭に立ったローゼンカバリー、ローゼンカバリー粘り込みを図ります。一気にオフサイドトラップ、オフサイドトラップ、オフサイドトラップ、一着、2着にはどうやらローゼンカバリー、これが G1 馬だ。オフサイドトラップ、